はい、こんにちは、レトスのおのですえ。今回は、地区計画についてえ、ざっくりと解説させていただきます。え具体例入れた方がわかりやすいので、具体例も入れていきます。で、え再開発と促進区だったりとか、まあ、開発整備促進区。まあ、これについてはちょっと省略させていただいて、え地区計画と、 地区整備計画ですね。これについて具体例を出しながら解説していきます。で、このページなんですけれども、これは弊社レトスのホームページから見ることができます。URL、この,がこの動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。でまず、地区計画ってどんな計画かというと、都市計画と比べて、ちっちゃい区域での都市計画です。まあ、ミニ都市計画っていったイメージですかね。 えー、特定の地区、外区レベルの都市計画ですよと、まあ、外区っていうのはブロックですね。ブロックレベルの、えー、都市計画っていったイメージですね。でちょっと、えー、具体的に見ていこうと思うんですけれども、えー、こちらですね、こちら、この道、実は横浜市のですね馬車道という、えー、通りです。馬車道。 で、この通りの両側、こっちとこっちですね。これ、地区計画が定められています。横浜市が定めています。地区計画。これ、見ての通り、えー、これ、ヨーロッパ風の建物ですよね。で、まあ、これ以外にもですね、この建物もそうですね。これもそう。えー、これもそう。これも。なんか、ヨーロッパ風。なんか、ヨーロッパ風のね、えー、建物が並んでいる区域なんですね。で、こういった区域について、えー、横浜市は、 地区計画を定めています。こちらが横浜市のホームページです。えー、馬車道地区、地区計画って書いてありますね。で、位置、まあ、どこなのかっていうのがここに書いてあります。で、面積も書いてありますね。で、地区計画の目標。で、この地区っていうのは横浜中心市街地の商店街として栄え、 開港都市横浜のメインストリートとして誕生した馬車道を中心に日本の異国文化発祥の地として歴史的文化的資源を要する個性的で魅力ある街並みを形成している地区である、まあ、だから、えー、建物の用途や形態の制限を定めることによって文明開化の町人間優先の町にふさわしい調和のとれた街並みを形成し文化的で安全快適な街づくりを 推進することとを目標としてますよこれが、ここの馬車道地区の地区計画の目標なんですね。これがまず地区計画です。そして、この地区計画に関して、整備計画もあるんですね。整備計画っていうのは、どういった計画かというと、まあ、制限をかけているって話です。でどんな制限をかけているのか。下に行くと、こういったものがあります。地区整備計画。これは建物の用途の制限ですね。 こういったもの、えー、建てないでくださいねと。建築してはならないって書いてありますよね。1階、2階を、えー、住居のように、えー、供するもの。だから、1階、2階を住宅にするような、そんな建物建てないでね。あと、神社とか教会とか、まあ、そういったものも建てないでくださいね。あと、麻雀とかね、射的場、これもダメですよ。パチンコ屋もダメですよと。まあ、この異文化の、えー、建物っていうものを守る。 風景を守る。まあそういった意味合いで、まあこういったね、建物建てないでくださいねっていうふうに制限をかけているっていう話なんです。まあちょっとイメージはできましたかね。で、ちょっと戻りますね。えここからちょっとポイントに入っていくんですけれども、ここですね、地区計画を定める場所。まあこれよく出てくるんですけども、まず、用途地域内であれば、まあこれどこでも定めることできますよと。で、用途地域じゃない、用途地域の外であったとしても、 一定の区域では地区計画を定めることができます。まあ、ここは理解するというよりも、もう覚えちゃった方が早いと思います。まあ、結論から言ったら、用途地域外で地区計画区域内での規制、これよく出る部分なんですね。地区計画区域内でどんな規制があるのか。これは土地の区画形質の変更とか、建物だったり工作物を建てる場合、こういった場合、行為の着手。 30日前までに、えー、一定事項を市町村長に届け出をしなければなりません。まず、えー、土地の区画形スの変更っていうのは、ブルドーザーで土を入れたりとか、またショベルカー入れてですね、土を取ったりする。まあそういった行為です。で、まあ2、3っていうのは、まあ建物系を、えー、建てるっていう話ですね。まあそういった場合は市町村長に届け出ましょうと。えー、先ほどの話で言うと、横浜市なんですね、馬車道っていうのは。 だから、横浜市長に届け出をしてくださいねって話ですね。で、えいつまでに届け出しなければいけないのかっていうと、工事をする30日前までです。なので、例えば、えー、1月31日に工事開始するっていうのであれば、その30日前だから、1月1日かなまでに、えー、市町村長に届け出してくださいねって話なんですね。で、これ注意が必要なのは、届け出先っていうのは知事じゃないですからね。 あくまでも地区計画っていうのはちっちゃな都市計画だから市町村レベルなんですよ。だから市町村長に届け出をしてくださいよって話なんですね。で、また、これ許可は必要じゃないんです。許可は必要じゃなくて届け出だけでいいですよ。だからこれ不許可とかないわけですよ。もうやりますよって言って届け出をすればもうそれで OK だって話です。ただ、これ届け出したはいいけどもその地区計画に適合しない場合があるわけですよね。 そういった場合、市町村長っていうのは勧告することができます。で、これ勧告っていうのはあくまでも、まあ、注意レベルなんですよ。注意。やめてくださいよ。頼みますよって、まあ、頼むぐらいなんです。これ、行為の中止まではできないんですね。つまり、絶対やっちゃいけませんよって。それはできないと。まあ、いう話なんです。だから、これ、勧告して、それを無視してね、何かしら建物建てたとしても、これ、罰則与えることできないって話なんですね。 まあこれがポイントになってきます。あと、ホームページでは、この下ですね、地区計画の種類とか、あと地区計画で定められる計画とか、まあ、そういったものも書いてありますので、よ、まあ、ければ見ていただければと思います。まあ、今回は地区計画のある程度のイメージができれば、それで十分ですで。今お話した内容が一番のポイントになってきますので、今話した内容をとりあえず頭に入れておくと。 この部分ですね。地区計画を定める場所と、あと地区計画区域内りの規制ですね。このあたりが、え、出題のポイントになってきますので、この辺を頭に入れておくといいと思います。で、弊社レトスは個別指導を行っております。え、個別指導については、え、ホームページで言うと、この一番上ですね。え、この部分です。この部分に、個別指導に飛ぶ、え、リンクありますので、まあ、これをポチッと押していただくと、え、個別指導に飛ぶようになってますので。 またリンク先っていうのはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらもご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。